温泉街は温泉に付随して温浴施設や宿泊施設、飲食店や土産物店、遊戯店などが立ち並ぶ街並み。一違いに温泉街といっても実に多種多様である。鉄筋の大型ホテルやリゾートホテルが立ち並ぶような温泉街から昔ながらの木造旅館が並ぶもの、昔ながらの当時場など様々である。このような変化を及ぼす要因としては次のようなものが、 あげられる。地形条件はその場所が、沿岸部、丘陵地、田園地帯、山の過酷旧外などによって、温泉街の開発に制約が生じたり、また温泉街の構成に面的な変化が起こったりする。また、周辺の自然景観を、借景や異常環境として有効活用したりと、温泉地のイメージに応じた開発が行われたりする。 主要都市に近いと、その奥座敷として発展するケースは多い。比較的遠方でも、港湾整備や観光航路の開設、鉄道の敷設や専用自動車道の開通などに伴い、人口が中密する大消費地などと密着性を持つと、急速に発展を遂げることもある。また、著名な観光地が近いと、その観光拠点として温泉が開発される例もある。地形条件や、 交通条件などに優れると、大都市や海外などの企業から大量の資本が投入され、一大リゾート地を形成することがある。また、それとは対照的に地元資本で衰退した温泉地の最高の機運を高め、独自の政策、方針などで温泉地を交流していった例も見られる温泉は、泉質が優れ、効能が高いものであるとその温泉はもっぱら保養。 当時などに用いられ、そのような客を対象とした温泉街を形成することがある。また、温泉療法を行う医療施設の進出をきっかけに温泉街が発達したり、湯の花の生産など特殊な産業をきっかけに温泉街が形成されることがある。湯量が豊富であると保養温泉と交絡温泉として発展すべき、双方の条件を満たす温泉も現れることがある。 これらの様々な条件は複合することも多く、その他様々な理由から変化に富んだ温泉地が形成される要因となっている。三サ温泉温泉本通り、夕食後のそぞろ歩きが楽しみな温泉街、温泉街を楽しむには宿泊するのが最適とされている。夕食後、旅館の大浴場に入った後に外に繰り出すのが最も一般的な楽しみ方である。 朝の出発前、外湯での朝湯や土産物屋を見て歩くのもまた温泉旅行の楽しみの一つである。共同浴場のある場合、外湯も温泉地宿泊の一つの楽しみとなっている。外湯への行き帰りの際に土産物屋などを覗いてみるのも一つの楽しみと言える。別府温泉には88が湯を巡り温泉名人を目指す別府八湯温泉道というものがある。 近年は温泉への職場旅行自体が減少してきたが、職場等の慰ン旅行の場合には、集団心理も働き、宴会後に集団で街に繰り出すのがかつては通例であった。ただ、宿泊施設も二次会需要の吸収を目的に、館内施設を充実させてきたため、宿泊施設の側はお客の囲い込みにより、全体の売り上げ増につながるが、一方では、 温泉街の衰退につながるという意見もある。旅館の浴衣が一般的であり、寒い場合は丹前を羽織っていく。履物は下駄屋通り、セッターが良く、これも旅館名が書いてあることが多い。旅館では番傘等の貸し出しを行っている。これらの光景がまた温泉街に風情を添える。外湯へ出かける場合、着替えなどは、新源袋に入れるか、風呂敷に包むのが良い。 最近では、外出時の貴重品持参用に、旅館内裏の袋が準備されていることが多い。木の先温泉など、浴衣に下駄履きを清掃とする地域も存在する。温泉地の土産物として、温泉まんじゅうは定番である。温泉の蒸気で蒸して作成するものも存在し、情緒を添えている。夜祭りの屋台にも通じるものがあるので、買い食い品はその場で消費されるものとして、 雰囲気の盛り上げに貢献する。旅行地の土産物を留守家族が喜ぶ様はすでに過去のものであろうことから近所に土産を大量に買い込むお客は減っているものと思われる。温泉の気分を家庭で味わうことのできる湯の花も多くの温泉地で見かけることができる。スマートボールと常設の射的場は昭和時代の温泉街には必ずあった。 一時期時代遅れとみなされていたが、湯原温泉など、最近温泉街の目玉として新たに復活しているところもある。また、パチンコにしても、最新台を揃える、いわゆるパーラー等を横目に、手打ち台が残るところに情緒を感じる。別府温泉街の中心部。JR 別府駅を中心にして、観光施設、 公共施設、百貨店、マンション等が林立する。温泉街の多くに当てはまる問題点として、1970年代のオイルショック以後から1980年代のバブル期にかけて温泉施設の大型化に伴い、温泉街の持つ土産品や観楽街の機能を温泉ホテルの中に組み込む動きが各地で見られた。これは営業利益を追求する中で生まれた営みと言える。 温泉ホテル内ですべての観楽行為が充足される仕組みイコール温泉で使う金のすべてがホテル経営者の利益になるように考え出されたものであった。この動きは温泉街にとって極めて大きな打撃となり縮小や消滅を余儀なくされたのである。しかしながら近年温泉街の持つ情緒とそれを散策する楽しみに注目する旅行客が増えてきたこともあり、遊客の一環として 温泉街を含めての温泉号全体の魅力が問われている。だが、バブル崩壊以後の長期不況下において、かつての温泉街を復活、復興させることについては、大きな混乱が待ち受けている懸念がある。また、伊沢温泉や山中温泉、小ごと温泉、海家温泉は慰安旅行をはじめとする、団体旅行客の集客を目的に、 風俗街を兼ね備えているが、団体旅行の衰退とそれに変わる、個人旅行、家族旅行や、インバウンドの発展という時代の変化に対して、イメージの低下が懸念されている。これに対して、温泉組合などでは、取り締まりや再整備により、風俗街の機能を衰退させたり、温泉街と風俗街を完全に分離する対策を取っている。そんな中、2001年に、 別府温泉で始まった音泊の取り組みは、このような構造的問題で悩む各地の温泉街へと拡大を見せており、その動向は注目に値する、銀山温泉温泉街、厚見温泉温泉街、伊香保温泉下ロ温泉、木の先温泉、海家温泉、別府温泉温泉街、鉄林温泉温泉街、霧島温泉郷・丸尾温泉台湾には、金山から北投げ温泉にかけて、 オータムロカ群があり、付近を通る金山断層は、金山温泉から北投げ温泉にかけて伸びているとされ、たくさんの温泉がある。なお、北投げ温泉は1894年に発見された温泉で、ガイドブックなどでは、に北投げ温泉と表記されていることもある。北投げ温泉の場合、公衆浴場、 個室浴場、戦闘式の温泉などがあるほか、リゾートホテルなどの温泉施設が立ち並んでいる。ありがとうございます。